1963年の広島カープでは、1963年シーズンについての広島カープの動向についてまとめる。この年の広島カープは、2回目の白石勝美、監督体制の1年目のシーズンである。この年復帰の白石監督のもと、チームは5月まで3位につけるなど好調で、球団初の A クラス入りが期待された。しかし、梅雨に入った6月になると、 チームの勢いも止まり最後は最下位に転落。結局巨人の2年ぶり優勝を許して全日程を終えた。投手陣では長谷川良平が衰えを隠せなくなったものの大石清氏や前年入団の池田秀俊が不審のチームで奮闘した。打撃陣でも前年首位打者の森永勝也やこの年巨人の長島修雄と首位打者を争った小畑氏、 5番の山本和義の活躍もあり、打撃力は打球団と互角だった。この年の小場は、開幕から打撃が絶好調で、長島と首位打者を争ったが10月13日の対応戦で、島田玄太郎が投じたシュートが顎に当たり、残り試合を欠場。翌年以降の打撃に影響が出たが、堅実な守備や走塁で、チームに貢献した。この年からユニフォームと、 帽子文字を変更、赤のラケットラインを廃し、胸文字を赤文字から紺色に変更した。また、帽子文字も H に変更、その後縁取りを加えるなどのマイナーチェンジを経て1972年まで使用される。ありがとうございます。